その、まあ、今回の市長選の結果も含めて先ほど代表からアゲンストの風というご発言もありましたが、衆議院選挙に向けて、まあ、党勢の立て直しと申しますか、どのように党として党執行部として取り組んでいかれるのかお考えを聞かせください。はい、我々としてはですね、やはり日本維新の会も結党して13年ということになっていますから、既存政党なんですね、要は。ですから、ベンチャー政党ではなくなりつつあるんで、その既存政党としてきちっと他の政党がやっているような、政策の立案であるとか、私もこの1ヶ月は地元周りずっとやってましたけれども、やはり地元の皆さん方のお声をいろいろお聞きすることが、今何を政治に求めているのかということが分かる一番の近道だと思いますから、そういった声を組み上げさせていただいてですね、選挙も近づいてきたんで、マニフェストも今ブラッシュアップしていただいていますけれども、分かりやすいまずスローガンを持ってですね、そうなんだと、国民の皆さんが今政治に期待していることはそういうことなんだなという、そういうことなんだよということを、共感してもらえるような、そういうスローガンとそれにぶら下がる政策というものを、作っていくということは今日も確認をさせていただいたところです。